なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第259話、痕跡神の居床、朗読を始めます。魔王学院の不適合者第259話、痕跡神の居床。床にひれ伏した教皇のもとへ俺はゆるりと歩いていく。ふむ、気を失い、体はボロボロになってもなお、ゴルロアナの両手はまだ祈るように組まれたままだ。歴代の教皇たちは、魔王賛美歌の前に祈りを忘れたというのにな。ゴルロアナにエイシアルの魔法をかけてやる。瞬く間に傷が癒されると、教皇ははっと気がついたように目を開いた。教皇は国を思い、ただひたすらに祈る。どうやらその言葉、口先だけではなかったようだな。ガルドアスクと魔敵の魔力を帯びた隣人の振り付けをまともに食らってもゴルロアナは祈ることをやめなかった。その身を守らなければ神もろとも滅んでいてもおかしくなかっただろう。今は今はの際際まで印欲を捨てるとはな。お前の信仰に免じ、痕跡神が納得しない限りは無理やり起こしはせぬ。ゴルロアナは身を起こし、再び祈りを姿勢をとる。居床を教えてもらおうか。調印されたゼクトの魔法陣が光り輝く。強制力を働かせるには及びません。神への宣誓を違えるわけには参りません。あなたの言う通り、歴代の教皇たちはその前例をもって国を思い祈り続けたわけではなかったようでございます。あるいはゴルロアナ自身にそれができるからこそ気がつかなかったのかもしれぬな。ジオルヘイゼより西へ200キロ、その地下深く、時に隠された地下遺跡リーガロンドロルに、痕跡神は眠ると言われております。白夜の頃、神竜の歌声が臨床する所、それがリーガロンドロルの入り口となりましょう。白夜は地底では珍しいのか？アルカナを振り向くと、彼女は言った。地底には太陽がなく、故に地上と同じ昼はない。朝を黎明、昼を白夜、夜を極夜とも言う。昼間ということか。そう。それだけ分かればたどり着ける。ならば、この件については問題あるまい。さて、ゴルロアナ。眼前の教皇に視線をやる。俺の目的は、分かっていような。この選定の命授は神からの頂き物。これを奪うというのでしたら、先にこの私の命を。そんなものはいらぬ。すると、教皇は怪訝な表情を浮かべた。何を驚いている？俺がそんなものを欲しがるとでも思っていたか？あなたは聖戦に勝利した。私の先天神を滅ぼしただけで、終わりにするおつもりではないでしょう。ふむ、話が見えぬが、なぜ福音神を供物に捧げないのですか？先天審判では、先天神は他の神を喰らうことができる。アルカナはかつて、聖騎士ガゼルの神を取り込み、その秩序を我がものとした。それをしないのが、不思議でならぬというわけか。言ったはずだ。俺の目的は先天審判を滅ぼすことだと。ならば、なおのこと、神の奇跡が必要なのではないでしょうか。先天審判において、神は神を喰らうことができる。聖戦以外にも決着のつけようはあるにはあるが、どうにもこの儀式は先天者同士、神同士を争わせたいように見えてならぬ。俺の言葉に、ゴルロアナは不可解そうな反応を見せる。何をおっしゃりたいのでしょうか。先帝審判を勝ち抜くには、敵の神を倒し、喰らうのが定石だろう。つまり、この審判を生み出した存在、地底の教えでは全能なる高校エクエスというのだろうが、エクエスは神に神を食わせたいのだ。ただ秩序を維持するために、果たしてその仕組みが必要なのか。複数の秩序を有する強大な神を作ることで、秩序がより強固になるのかもしれぬ。あるいは他に目的があるのかもしれぬ。いずれにしても、どうにも意図的なものを感じるのでな。これを企んだ何者かがいるのだとすれば、その思惑を外してやろうと思ったまでだ。わざわざ神を食わせるまでもなく、力ならば、この身一つでこと足りることだしな。では、私を殺すのが目的でしょうか？お前の命に興味はない。では、何が目的だというのでしょう？無論、先ほどの話の続きだ。すると、教皇はその端正な顔を歪める。理解できかねます。あなたが勝利したのでしたら、
ただ私を殺せば、それで済むことでしょう。選定審判による結果を咎める者は、ジオルダルに羽織りません。そちらはディルヘイドの魔王としての事情だ。お前が圧政を敷く暴君であったり、無能だというのならば話は別だがな。少なくとも、お前はジオルダルのために祈り、この国を平穏無事に治めている。お前が死ねば国が荒れるだろう。あがはやがで医師オラに侵略されるかもしれぬ。地上の国には、何ら関係のないことでしょう。無関係と口にするには、この国に生きる民の幸せは大きすぎる。彼らの顔が悲しみに染まるのは忍びない。魔王学院の生徒たちと共にジオルヘイゼを見て回った。まだまだわからぬことは多いが、しかし、はっきりしているのは、ここで生きる地底の民は、皆つつがなく暮らしてるということだ。来世奉火を楽しげに歌い、神事である聖火の祭礼の成功を一心に祈っていた。文化の違いはあれど、ディルヘイドと何も変わらぬ。敵意を持つならば容赦はせぬ。だが、そうでなければ、手を取り合おう。ゴルロアナは俺の真意を探るように、じっと視線を向けてくる。そうして、鋭く言った。我が選定医の神を滅ぼした方のおっしゃるゼリフでしょうか？くはは。力なき理想など口にしても意味はあるまい。お前が逆立ちしても叶わぬと知ってこそ、初めて俺の言葉が届く。俺を止めるならば、力よりも言葉だと痛感してこそ、対話が成立するというものだ。傲慢なことをおっしゃるものです。理解してもらえたようだな。俺は傲慢だ。敵国を滅ぼすだけでは飽き足らぬ。平和が欲しいのだ。本当の平和がな。あまりの物言いに、ゴルロアナは平行する。そんな奴に笑いかけ、俺は言った。自分の胸に聞いてみよ。先ほどよりは俺の言葉がその心に届いていよう。短く教皇は息を吐く。あるいは、それは皇帝だったのかもしれぬ。2000年前、地上でも大きな戦いがあった。地底の三大国が争うように、神族、魔族、人間、精霊が殺し合った。多くの兵が死に、民が死んだ。俺は最後に望みをかけ、力と対話を持って敵国に挑んだ。黙って耳を傾ける教皇に、俺は続ける。世界は平和になった。少なくとも2000年前よりは。だが、今でも思う。もっと早く、彼らと話すことができたのならば、もっと多くの死者が救われたはずだった。偽りのない思いを、俺は確かに言葉に込める。その過ちを繰り返すわけにはいかぬ。殴り合いながらでも、俺は対話を続けよう。お前たちが根負けするまで、この拳で語り、言葉で殴りつけよう。どうしろとおっしゃるのですか？譲歩せよ。お前たちの信仰は尊重しよう。だが、ディルヘイドに危害を加えるな。国と国で盟約を交わそうではないか。ゴルロアナが否定するように首を左右に振る。先ほど申し上げた以上の譲歩はできかねます。ジオルダルは神の国、教えに逆らうことはできません。では、教えに逆らわず、ディルヘイドに危害を加えぬ方法を考えよ。ゴルロアナはその美しい顔を困惑に染めた。あまり賢い考えとは思えませんが、先ほどと、何ら変わって羽織りません。私たちも、もとより、ジオルダルの教えなく地上に害を与えようとは思っておりません。俺とて、初めから全ては望まぬ。お前たちが馬鹿をやらかすのならば、その度に思い知らせてやり、対話の席を設けよう。目を閉じ、神に祈りを捧げた後ゴルロアナは俺を見据える。過酷な地底世界で生きるには、神とその使いである竜の力が不可欠でした。私たちは信仰なくしては生きていくことができなかったのです。自らの力で暮らすことのできた地上の者たちとは、決して分かり合うことはできないでしょう。知らぬからこそ、俺たちは互いに相手を恐怖するのだ。知らぬからこそ、滅ぼすことを厭わず、故に互いがあっきら説のように見える。そして、いつしか憎しみの連鎖が積み重なり、手の施しようのない泥沼の戦争に誰もかもが沈められる。まずは知ることから始めるべきではないか。どうしても分かり合えぬと気がついたなら、その時は仕方あるまいがな。あなたが神聖なる選定審判を滅ぼそうというのを、私は黙って見てはいないでしょう。ジオルダルの民も、それを許すことはございません。俺の力がまだ分からぬというのならば、好きにするがよい。何度でも、その身に教えてやろう。
世界には神以上に怒りを買ってはならぬ存在がいることをな。火が答えでも、お前たちの経典は変わらざるを得まい。一歩も引かず、そうジオルダルの教皇に言葉を突きつける。きっと、あなたには、わからないことでしょうが。そう前置きすると、ゴル・ロアナはこれまで見せたことのない、憂いの表情を浮かべる。私たちのこの両手は、神へ祈りを捧げるためのものなのです。決して、地上のもののように手を取り合うことはできません。繰り返すように、教皇は言う。あなたがここへやってきたとき、差し出したその手を、私は取らなかった。それが全てです。あなた方と手を取り合う日は決して訪れはしないでしょう。飢えた者が神に祈るのは、食べ物がないからだろう。果樹がそこにあるのに手を伸ばさず、祈り続ける者はいまい。ゴル・ロアナはわずかに俺を見上げる。祈るだけでは救えぬこともある。何かを掴むために手を伸ばさねばならぬ時が、お前にも必ず訪れるだろう。歴代の教皇と手相だった。だから、あの賛美歌に反応したのだ。そう言って、俺はキビスを返す。結論は急がぬ。お前たちの晩酌尽きるまで、いくらでも付き合ってやろう。アルカナと共に聖火祭殿を後にした。次回は、魔王学院の不適合者、第260話、名もなき神の欲得、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。